はい、どうもこんにちは、りょうじです。今日はですね、最近ね、作った新商品の紹介です。で、まああのね、クーレーポルシェオーナー様用なので、あんま興味ない方はスルーしていただいて結構です。作ったものがこれです。シャキーン。多分ね、オーナーさんとか、クーレーポルシェ好きな人は見たらすぐ分かると思うんですけど、ね、イグニッションキーの、カバー、キーシリンダーのところにこうネジネジしてね、カポってはめて、本来ここにあれですね、アクセサリーとかオンとかオフとかこうなんかメタルプレートっぽいステッカーが貼ってある部分やつなんですけど、これ真鍮製で削り出しです。でオリジナルは多分樹脂なのかな、黒いプレートのね、樹脂だと思うんですけど、あれがまあ劣化して割れちゃったりとかするので、リプレイスでね、アルミ削り出してるやつとかカーボンのもあんのかなとか、まあ結構手頃なこうなんて言うんだろう、ドレスアップパーツというかあれで、巷にはいくつか出てるんですけど、一番安いやつで5800円とかでアルミをこうマシンで削り出してブラストかけてちょっとこう梨地っぽくなってるようなやつがあるんですけど、ちょっとね、質感的に安っぽいんですよね、なんかね。で僕は割とこう真鍮のものって好きで、でまあ前職が家具屋だった、ヴィンテージの家具なんかも扱ってたんで、真鍮のこの質感っていうのはねすごく良くて、で、これはねピカピカ、今ピカピカなんですけど、何のこう表面処理もしてないので使っていくとですね、参考があれなんだけど、こういう色になります。こういう感じの、これはなんかなんでこれ持ってるのかよくわかんないですけど、これ真鍮のでかい安全ピンなんですけど、これがねこう使い続けるとこういう色に、こっちの色に変わっていくんで、なんていうかね、この経年変化がすごくこうヴィンテージのジーンズっぽいというかね、こう感じになっていきます。磨けばこっちの色に戻るんで、またこう復活してピカピカになるので、なんかこう愛車のね、ワンポイントというかにこう使っていただけたらなと思って作りました。でこれねすごくね重量感もあって、まあそんなめっちゃ重いわけじゃないですけど、すごくこうちょっとずしっとめのこうなんかなんて言うんだろうな、高級感のある重さっていうんですかね、安っぽさはまるでなくて、で、こういうエッジ見え、エッジがちゃんと見えない、既製品のやつってまあ、マシニングのせいなのかわかんないんですけど、ここの角がものすごく立ってて、カチッとしてるんですよ。でそれがなんかちょっと僕は嫌いで、この角はねちょっと丸く落としてもらって、全体的にこう丸っこい質感になってます。なのでこれをね、すごい小ロットを作りました今回で。お値段は、1個、送料込み12,000円です。今はもうちょっともしかしたらね、ロットの関係で高くなるかもしれないですけど、12,000円で、販売しておりますんで、気になる方はねお問い合わせいただけたらと思います。今後ね作る予定のやつが一応これと、もう1個はこれは今ここの面が真っ平らだと思うんですけど、ここをねこう2ミリぐらいこうくぼまして、この外周をで、そこに例えばシートに使ってる本革とかマテリアルをこう貼り付けて、ここにこうアクセントとしてね、なんて言ったら貼り付けられるようなくぼみをつけたものも作ろうかなと今思ってます。でだからまあインテリアの生地とコーディネートして、ここもこうね、まあシンガーポルシェなんかが似たようなことやってますかね、シンガーなんかがやってたと思うんですけど、こんなのとかね、あとはここに貼る、ステッカーそのもので、それはオリジナルとはちょっとこうデザインも全然変えて、うちオリジナルのものをここに貼
貼れるようにしたりとか、その貼るステッカー自体をね、今それ自体は今もう作ってるんで、またステッカー来たら何かの折に紹介しようかなと思うんですけど、とりあえずまあこういうキーシリンダーカバー、作ってますんで、もしよかったら、お問い合わせください。ずいぶん前に紹介したあのバケットシートは、今ちょうど僕のビートルにね搭載しようと思って、でシートフレームはレカロの純正じゃない、レカロの、ビートル用が手に入ったん でそれにうちのオリジナルのそのバケットシートをくっつけるような今加工をしてもらっていて、でまあシート自体に極力、加工はなし、穴開けでステーでねこうつけられるようなものをもう今作ってるんで、まあ、それはもうちょっとね時間かかるかもしれないですね。外注さんが忙しいので、もう少ししたら多分取り付けて、でシート自体をまあちょっとうちのビートルに合わせた感じで作ってみてつけてみたいなと思ってます。いろいろねポルシェパーツ、あと他にも作りたいもんいくつかあるんですけど、いかんせんね型取りとかに使うもの自体が高いであんまり程度がいいのがないっていうね、でこれもそうだ、一つ言い忘れた、適応年式が930964993の空冷ポルシェです。こそなろうみたいなあの年式は、ね、これがねもっと分厚いっぽいんですよね。一人、うちの知り合いの方で乗ってる方がいてつけてもらったんですけど、ナローにはつかなかったですね。これの形が違うのでナローには適合しないです。だからそれ以降の、空冷は確かこれが全部適合したと思うんで、僕の方で取り付け完全に確認できたのは、83年の 911SC のお客さんにはちょっとお願いしてつけてみてもらったんですけど、それにはバッチリつきました、なので多分ねこの 薄手のこのカバータイプの車種には全部取り付けができると思います。あとでちょっと動画の最後の方で、取り付けてもらった写真をね一応貼っとくんで、こんな感じですよっていう風なのを貼っときますんで、もしよかったらねお問い合わせください。よろしくお願いします。では